皆さんこんにちは。野遊び生活管理人のトモキャンプです。今日はここ何日か雨が降ったのでキノコが出てるんじゃないかなと思って山にやってきました。今日の目当ては花イグチというキノコです。ちょっと出ているか探していきましょう。地面は結構いい感じで湿っているので出てると思うんですけどね。いやー結構林の中は薄暗くて不気味ですね。ここ去年もヒグマが穴を掘った跡とかがあったのでちょっと警戒しながら行きたいと思います。じゃあですね、カウンタースプレーも持ってきましたので万が一に備えて行きたいと思います。ああ、今年もこれ掘ってますね。来てるな。ああ、結構深いな。これ、深さ30センチぐらいありますね。で、半径が40センチぐらいかな。これヒグマの掘った跡ですね。ああ、これなんかもヒグマじゃないですかね。木の皮とかを取ってますね。ヒグマの気配が濃厚だな。あ、これは花びら竹ですね。ちょっと古くなってるけどこれも食べれるキノコです。これは何だろう。ちょっとよくわかんないですね、毒っぽいような感じがしますんでこれは置いていきましょう。花井口ってこちらの地元では落葉キノコとも呼ばれてるんですけども、この針葉樹のカラマツ林に発生するんですよ。で結構発生してるとですね、なんか匂いでなんか針葉樹のなんか爽やかな香りがするので出てると、あ出てるなっていうのわかるんですけど、今日はちょっとなんかあんまり匂いがしないような気がします。
これが今日の収穫です。花井口に2本ぐらい白ぬめり口が混ざっています。ちょっと全体的に虫食いが多かったですね。